はい、今回の動画はですね、ワグナー MC オイル、エンジオイル添加剤のお話をさせていただいております。4月からですね、価格改定のお話でしたりですとか、業販向けのお話の方をさせていただいてます。最後に文章でまとめてますので、ご興味ある方は要チェックでございます。それでは本編いってみましょう。こんばんは。あ、どうも。何を物色してるんですか。物色っていうか、ほら、新車。おう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 、今大人気の CRF125F やけど、うん、まあまあ毎年ね1台は入れてるので、はい、やっぱね、ファンライド、はい、私も買いました。でしょ、はい、これいいやろ。え、まあ、ちょっとあの乗ってブンブンやる分にはええやろ。もうこんぐらいで。で、逆にこれ以上になると骨折れる。正解。そうなんです。そう、ツーサイクルが欲しいなとか、はいはいはい、もっとパイパイ言わしたいなって感じだよ。みんなその気持ちわかる。わかる。だがしかし、だがしかし、リミッターをかけましょう、はい、車両でリミッターをかけましょう。はい、はいはい、ということで、まあ、またね、2月3月繁忙期になってきて、まあ、特に3月需要期に入ってくるので、はい、まあ、あの心を鬼にして、まあ、いろんなものをグーバイクさんの方とかにまた登録して、はい、まあ、販売の方していきますので、はい、金銭に触れた方、はい、またあれ、はい、YZ ないやん。 YZ な、売れた。欲しかったのに。そうやろ。いや、俺も自分で飲もうと思っとったんや。欲しかったんや、あれ乗ってパインパイン言わそうと思いよったんや。せやろ。骨が折れるんで。そうだ。いや、でも、まあ、なんかね、まあ、愛媛の方の方で、はい、あの、まあ、ちょっと今からそういう遊びをしたいんだっていう方がいらっしゃいましたので、まあ、それで、まあ、じゃあどうぞっつってお譲りはいたしましたけど、ちゃんとあの讃岐博和会へ入会の案内しましたか。あの、にわか知識はいっぱい持ってるんで、いつでも声かけてくださいとは言いました。あ、でも次4月のあの、はい、ジョベさんとあの、ね、激闘門がやる、エンデューロにも出るって言ったね。え、2万のやつ。そうそうそう。マジで、うん、じゃああれ出ようよ。いや、いつやったっけ。4月の何日かやったと思う。ほんま、うん、出る。出よ。で、ほんまに。いや、どうしようか。まあ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 、じゃあ考えましょう、そこはね。骨が折れない程度に頑張ろうかな。まあね、はい、なんで、まあ、あの、僕の特選者は除くですが、はい、まあ、まだね、ちょっと残ってる在庫たちもちょっと入っていこうかなと思うので。本日の目玉は、こちら。いや、裏なんて。いや、もういいやろ、乗った。乗ってないやろ。あれから、お、僕が乗ったこと見たことある？ないよ。なんやろ、ないっていうか、春になってから、ここから出たの見たことある。春になってから。春になってから。あ、でもね、あれですよ、はい、だから僕はあのこの間だから、あの一人のやつそそのかして、はい、あの同じ買わせていただいた中川さんのとこで、はいはいはい、あの6ダボ買わしたっけ。へえ。 CBR600RR 俺が欲しかったんやって。ちょっとそっちええな。やろ、うん、俺もちょっと欲しかったんやけど、さすがにこれ買ったと立て続けには買えんけん。まあどうせ乗らんしな。やめろやめろ。で、そうね、それでなんかバイク欲しいっすってやつ持ってきて、おー、それはもうあれやって言って、あー、行って買ってこいって言って、あー、で、お前が来たら俺に売ってくれって言って。そうですか。そうなんです、はい、まあ、ということで代表質問もありますが、はいはいはい、本編は、はいはいはい、例のあれが来ました。何ですか。あれです。あれですか。あれです。TM レーシング違います。あれが来ましたんで、じゃあ皆さんそのあれを見に行きましょう。 GO。 ここがあの新しく手に入れた基地ですか。基地です。まあいろいろあって、あの手に入れる運びとなりました基地です。基地がもうあれやんか、えお母さんの商品に占拠されとるやんか。そう、でも、うん、これがあることによって、はい、私の父はすごく助かったと、はい、まあそうやわな。だっていつも今の時期になったら、うん、パンパンやん。パンパンやし、しかも置くとこないけん、その即組み立てないかんね。はいはいはい、な、だからそしたら時間があるときに組んで置いとけるやん、はい、これめちゃくちゃ楽やけん、ほんまに。そうやろな。そうなんよ、なんでまあ大活躍しておりますが、そしてかつてのパイセンのマシン、はい、練習者、パイセンの練習者、はい、なんでここあるんですか、
パイセンがだから森のクマさんに打ったんやけど、はい、あいつがまだ置くところがないけん置いとってくれとかって言って持って帰っていい？ええよ、乗る全然かも。なんならそこに手を置いとほらおぉ来たんだ、あれこれもあれ トラシャンもあるやん。トラシャンもなんか一緒におまけでつけますか、つきりってことやったけど、まあでもあいつらが散々遊び倒してるやつやけん、はい、まあまあボロですけどね。本当にそうですね、そうなんですよ。はい、ということで、はい、本編こちら何ですかこれ、見えますか、ドイツからやってきた、ワグナー MC オイルでございます。はい。どうですかこれ。運送屋さんが運んできてくれたんやけど、はい、一生懸命引っ張ってここまで持ってきた。ほんまに。え？一生懸命引っ張るっつったって、コロコロって引っ張ったの。なんだっけこれ、これ何？あ、パレット。ハンドリフト。ハンドリフトでこうぐじゅ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 ってやりながら。そのスライさんにここまで運ばせたんですか、うん、ひどいやつやな、ごめんお弁慶お願いって言って俺も一緒におすけんって言って俺も一緒におすけんお願いって、そういう人がおるけんこう時間通りに 回れんようになるんやで、ごめんって言って、気持ちは気持ちだけど、なんなら最初向こうで荷下ろしを、はい、会社の方で、あそうでしょう、ね、しようとして、はい、あごめんなさいこっちじゃないですって言って、そっからハンドリフトで道渡ってこっちまで、ね、ほんまにそれは別途料金の申し訳ございませんでした、はい、ということで、はい、来ましたよ17,000本、いやいやそんなにはないで1,700本、はいはいはい、ちょっとぐらいかな、はい、24×何本かちょっと忘れたけど、はい、ドイツからやってきたんですか、空輸してきました、空輸空輸やで、な関空着やったと思う。そうなの、マジで、そうやで、フライトやで、そうなの、お前キックスって書いとる、キックス、キックス、キックス、何キックスって、関空の3レターコードってやつ、うん、そうなんですね、知らないんですか、知らないです、僕飛行機あんま乗らないんで、あんまというか人生のうちで2回か3回ぐらいしか乗ったことないんで、そうなんですか、はい、キックスは関空です、関空行ったこともすらないもん、HND は羽田です、MRT は成田です、あそれは分かる、はい、羽田と成田使ったこと、関空はちょっと使ったことないんで分かんないですね、そうですか、そうです、まあ、来ました、ね、来たんですね、はい、でこれでやっといろいろな、うん、施策を、はい、よしやっていこうと思っております、ぶち売るんですか、ぶち売るというか、まあ、結構ね今もうほらオーダーの方を皆様から、はい、ありがたいことにですね、はい、いただいておりまして、うん、でまあまあな本数を買っていただく方とかもいらっしゃるんですよ、はいはいはい、まあ、箱単位とかで、あれないや本当ありがたいんです、うん、本当で、まあ、そうすると本当ねあれよあれよという間にその在庫がなくなってしまって、はい、本来だったらもうちょっとこう例えばなんだろう提供の方法とかそんなの考えていろいろやりたいなって思ってたのはできてない状態だったんですね、はい、なので今回ですね、はい、こんだけのものがまあ入れるに、うん、まあ銀行さんがお金貸してくれたんで、ええ、そうなんで、本当ですか、これでこれでこれでこればっかりやもん、これでこれでこれもめっちゃ売れるけん絶対仕入れて俺に金貸しても大丈夫やけんつって、これでこれでこれで大丈夫ですか、銀行さんこれ見てないですか、いやちょっと見とって、見とったら危ないやつ、担当者見とったらもうあれしといて、もうちょっとこれしあれしといて、はい、もうこれで売れるかどうかそんな分からないよ、そんななんとあれですか、一パレまとめて売りますみたいな、いやいやそれはさすがに、それはさすがにやけど、まあ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 な仕入れ投げがかかってるんで、そんなあれはちょっとこの出品コストとかだけとか消費税がすごいんだ、消費税すごいな、関税消費税すごいんよ、ほんまに、まあそれはいいんやけど、はい、なんでまあこんだけ量が手に入ったので、はい、まずですね、まあ自社販売のやつに関しては、はい、ある程度多分価格改定ができると思います、なるほど、はい、なんでまあちょっとそれがまだ全然ごめんなさい、僕も計算とかしないんで、はい、何歩どうできるかは分かりませんが、はい、まあどこかのタイミングで、はい、まあ価格改定が入ります、値上げですね多分、はい、なんで逆に値上げは値下げか分からないけど、価格改定が入ります、いやいや、えこのご時世価格改定といえばもう価格改定が入ります、皆さん無礼なんで、いやいやもう言うときますよ、価格改定が入ります、はいはい、入りますね、はい、でもっと言うと、はい、本例を入れることによって、はい、ちょっとまだそれもまだ進行中なんですけど、今 Amazon の方でも販売は
してますね、させていただいてるんですけど、はい、Amazon の方に FBA って言って、はい、Amazon 倉庫発送の一応許可というかがもうちょっとで降りそうなんです。まあそれができんかったら Amazon 入れる意味だよね。いやほんまな、うん、でその Amazon ができそうなので、はい、まあ、Amazon さんの方でも、はい、おそらくその、まあ、例えばプライム発送ですとか、うん、まあ、そういうのをして、まあ、例えばそのもっとスピーディーに皆さんのお手元の方に届けられるような、はい、仕組み作りっていうのをちょっと構築していけるかなと思ってます。ああ、はい、なるほど。なので送料がぼったくりだって言われるからなので、はい、そこも価格改定が多分入ると思います、はい、おそらくね、音の事情によるいやもうちょっと価格もうやっぱりねもうこれを入れるときにも、はい、ユーロちゃんがね、はい、前回仕入れた時よりも爆上がりしてたの で、 そうです、ね、やばいんですよ。しかも大体なんか仕入れるタイミングがあかんですよね、はい、僕は大体カツカツになってからしか頼まないので、はい、そうするとユーロが安いとか高いとかじゃなくて今なんです。選べないんで、なのでちょっとそんな事情もあって、はいはい、価格改定が入りますので、はい、もし何どう触れるかわからんけ、はい、もうこれもんだけあれやけ株みたいなもんやけ、ほうほう、相場ですから。じゃあ本日のワグナー価格平均相場を見てみましょうみたいなチャートが出てます。どうなるかわかんないですけど、まあ、その辺も入ります、はい、手こ入れが入りますので、まあ、興味がある皆様は、まあ、早めにいろんな意味で手には入れとっていただけたらと思います。そうですね、はいはい、ですね。で、まあ、あとは、ですね、まあ、ちょっとこう、まあ、ここから先は実現できるかどうかわからないですが、うん、まあこれ興味を持っていただいて買っていただく中に業者さんも結構いらっしゃるんです。あ、同じ同業の方っていうのが、はいはい、でその同業 の、まあ、そのオイル交換とか業務でできる人というかお店の方でもしご興味がある方については、はい、まあ、ちょっとそれも今並行して、なんかホームページみたいなのを作っていこうとしてるんですけど、はい、そこに施工店、うん、要はもう買ってはええけどどれぐらいどういう風にしたらいいのかが分かんねえよっておっしゃってくれるお客様も多いので、まあ、施工店として登録をしていただいて、はい、まあ、まあ、どこまでその正直料金の方が変えられるかは分かんないですけど、うん、まあ、料金というよりはまあ僕の知ってるノウハウですとか、はい、まあ、使い方とかをこう共有しながら、はい、まあ、お客さんにね満足していただけるための一つのツールとして、はい、まあ、これをちょっと使っていただけるお店っていうのをまあ同時にまあ募集していこうかなとは思ってます。正規販売代理店ですね。募集します、そちらの、はい、ね、なんで、まあ、そのあたり、まあ、いろいろ僕のことなんで、はい、急に決まるんで。そうですね、はい、急に決めて、はい、明日になったら「え、俺そんなこと言ったっけ？」っていうまあとかありますんで、はい、まあ、なるべくね早めにその、お知らせとかができるようにはしていこうと思いますので、はい、ご興味ある方はね、はい、また別途お問い合わせの方いただけたらと思います。はい、はい、そんな感じの今日はね1700本着弾という動画でございました。はいはい、それではチャンネル登録、高評価、メンバーシップもよろしくです。ではまた、バイバーイ。どうも。はい。忙しいのに呼びつけて何ですか。ということで、はい。はい、まあ、前編のね動画の方では山盛りパレットが来たという話をしましたが、はいはい、まあ、あれ撮ったはもう2週間ほど前になりますので、はい、これを差し込みます。じゃじゃん。アマゾンからですね、何買ったんですか。無事に届きました。おめでとうございます。はい、届きました。何買ったんですか。ワグナーが入ってます。多分自分で送ったワグナーを自分で買う。怖いや。いや、ということで、はい、まあ、FBA 納品って言ってアマゾン倉庫の方に一箱とりあえず送りまして、はい、でそれが無事にアマゾンの倉庫の在庫になり、はい、そしてちゃんと届くのかっていうシミュレーションしとかんとね。なるほど。怖いやん。人材不足に悩む中小企業としてはあれですか。自動化よ、自動化。もう大企業のサービスに甘んじていくスタイルですね。もう言ったやろ、俺より少しでも長くなったらすぐ巻かれるって言って、はい、ということで、まあ、無事に巻くのかっていう、はい、まあ、こんな感じでね、はい、でん、手紙が入ってないやん、手紙が。あ、そうなんだ。から Amazon で購入された場合は、うん、僕のところからの資料関係は一切入りませんので、はい、そこだけはご了承ください、はい、なんで僕の濃密な資料が欲しい場合は、はい、うちから買ってください、はい、でまあこんな感じで普通に簡易梱包ですけどこんな感じで、まあ、一応ビニール袋に入って、うん、まあこんな感じでいいじゃないですか。ラベルも貼られております。プチプチが貼られてませんよ。プチプチはないですね、逆に残念ながら。いいんなんで
一応輸送の関係上もう逆に輸入品なんでしゃあないんですけど、はい、小傷とかそんなんは知らんことなんで、はい、それのクレームによるのは受け付けませんので、はいはい、それだけお願いいたします。ということで、まあ、こちらで4月1日よりですね、うん、FBA の方で、はい、だから Amazon プライムの方で送料を含んだ金額で出荷できるようになりましたので、これでクレームがなくなるんですね多分。で今はとりあえず4月1日からのやつの予定にしとるけ、はいはい、もうぼったくり価格にて一応掲載はしておりますので、はい、まだ買わないでくださいね、はい、はい、なんで4月1日から価格の方をいい感じにして、もうぼったくりでいいじゃないですか、いやいや、もういい感じにして出しますので、はい、皆さん期待しててください。であとはまあ魚飯関係のやつなんですけど、はい、これもなんか条件がある程度も決まりました、うん、でまあ、条件としてはやっぱまあ施工してくれる方っていうのをまず条件にちょっと募集の方はしようかなと思うんです、はい、なんでまあうちができることって言ったら正直ねこいつのレスリーズほぼないんですよ。まあそうですね、いやほんまにリスクを考えると危険商品、はい、そうレスリーズほとんどないんです、はい、なんでまあこの商品をまあ好きになってくれて、はい、でまあこれをちょっとでもいろんな周りの人に分けたいなと思っていただける方が、はい、まあ、ご導入していただくぐらいのディスカウント率だと思ってください、はい、で、まあ、自社にて施工販売が可能であることっていうのと、はい、まあ、あとはですね、まあ、特典っていうわけではないんですけど、うん、うちで一応YouTube 上でご紹介は店舗の方をさせていただこうと思います、はい、で、まあ、そこで逆に言うともういろいろ喋っていただいたりとか、はい、まあ、近場だったら全然行ったりとかもできるんですけど、はい、まあ、そこで撮影させていただいて、まあ、店舗紹介も含めて一緒にねこれを、まあ、ちょっと販売していただけるところをお探ししようかなと。近場っていうのは埼玉ぐらいまでが近場ですか、まあ、行けんことはないよね1日で往復できる距離やったらまあまあ行ける行ける行ける北海道まで行けるな近場やったら、まあ、行けんことはないかな、まあ、その場合はちょっと足代なんぼかくれよって言うかもしれんけどはい、なんでまあそんなんもね、はい、紹介しますし、まあまあ、4月の、まあ、ちょっとすぐには難しいけど、まあ、施工販売店さんとかをね紹介するホームページとかも作ろうと思ってますので、はい、まあ、一緒にねこの辺やっていきたいぞっていう方がいらっしゃいましたらぜひともよろしくお願いいたします、はいはい、ということで、ワグナーの近況報告でございました。え、1リットルボトルの宣伝はしなくていいんですか。そう忘れとった。で今年うまいこと言ったらこれ、そうなんですよ、1リッターボトルの方を、はい、またこれも輸入する予定にしております、はい、でこれは、やっぱりその容器分だけですね結構お得に入ってくるので、はい、これはもうどちらかというと法人様だとか、はい、あとは施工店さんになってくれた方に対して、はい、まあ、そこそこディスカウントして、はい、まあ、お出しできるとは思います、はいはい、なので、まあ、これはどっちかというともうほんま小売りを、まあ、普通の通常のお客様にそのままなんなら入れてもらえるようにしてます、うん、でこれはもうほんま施工だとか、まあ、大ロット用になってますので、はい、こちらの方も期待のほどしていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、それではチャンネル登録高評価メンバーシップもよろしくです。ではまた、バイバーイ。ちゃんと待ってね。ドイツからやってきたワグナー MC オイル、ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本。